株式会社札幌駅立ち売り商会は札幌市東区に本社を置く食品会社札幌駅を拠点に弁裁亭の称号で駅弁の製造販売、校内食堂を運営し札幌駅構内に9カ所の駅弁販売店舗と2カ所の蕎麦所を持つ駅構外にも弁当店、食堂がありまたファーストフード店のフランチャイズ店も運営している2021年には 新型コロナウイルスに伴う注文現象を受け、コープ、札幌系列に入り、弁当共同開発やコープ、札幌白石中央店への出店と駅売りより、容量を減らした安価な弁当販売、配食サービスでの和菓子等の取り扱い、コープ組合員向けのおせち料理製造といった、協業や販路支援を取り、業績の立て直しを図る。石狩酒飯、特別企画。 豪華海鮮対決。札幌駅立ち売り紹介。須崎明光社長。第49回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会。京王百貨店新宿店。2014年4月15日閲覧。コープ、弁裁亭の支援強化弁当共同開発や、販路拡大コロナした、業績立て直し。北海道新聞2021年8月4日。 長官9面創業122年、弁裁定の札幌駅立ち売り紹介、コープ、札幌グループが全株式取得、北海道リアルエコノミー。ありがとうございます。